皆さんこんにちは。今回バイオハザードオペレーションラクーンシティで CM ソングを担当します、コールダインのリードボーカルマサトです。ギターの杉です。ベースのリョウです。ギターの横地です。ドラムの勝間です。バイオハザードといえば、小さい頃にそうですね、怖い恐怖心を持ったままプレイステーションをプレイしたのをすごい覚えてます。まさかこんな形で曲をバイオハザードに提供することになるとは思ってなかったんで、今回すごく嬉しいです。ゲームも昔から追いかけていて、こうやって音楽とゲームが融合できるのはすごい嬉しく思っています。今回楽曲提供する前にオペレーションラクーンシティを一通りプレイさせてもらったんですけど、メンバーともどもみんな新しいバイオハザードの形なんじゃないかなっていうのをすごい感じて、スピード感だったり爽快感だったり恐怖感がすごい一つの作品に盛り込まれてるんで、すごく僕らの曲ともリンクがあると思うし、なんて言うんだろう、絶対にハマるゲームになってると思うので、みんな楽しんでもらえると思います。今回の CM ソングになるノーエスケープですが、歌詞も曲も合わせてそのバイオハザードの世界観にはすごい近いものがあると思っていて、人間の本能っていうのをすごくテーマに置いている曲で、やっぱり、バイオハザードの世界の中でもゾンビだったり、ゾンビは人を食べるっていうのがなんか本能みたいになっていて、人は生き残るっていうのが本能になっていて、その中にもいろいろなドラマが絶対ゲームの中にあると思うんですけど、すごい大まかに僕らが感じ取ったバイオハザードの世界観と、普段から僕らがバンドとして人に届けたいメッセージとすごい重なる部分がそこであると思うので、歌詞的にはそういう要素がすごいあって、楽曲も勢いだったりなんかヘビーなサウンドだったり、すごくまた今回の新作にはすごい合ってると思うので、なんかいいなっていう感じはすごくしてます。いい感じです。はい、気持ちがいいです。バイオハザードオペレーションラクーンシティ4月26日に発売します。僕たちも、やばい曲できたと思うので、やばいゲームと一緒に音楽とゲームを体験してもらえたらと思うので、一緒に応援していこうと思うので、よろしくお願いします。以上、コールダインでした。